12月26日、土曜日、本日はゲートルーラーの発売日です。はい、こちらのゲートルーラー、新発売、いろいろ話題沸騰なんですけれども、こちらの方をですね、今日から販売させていただいてます。そしてこちらの無料デッキね、こちらの方は無料体験デッキがあるので、こちらをですね、実は今日、それとは知らずにか知ってかわかんないけど、来店したお客様にですね、早速お配りしてですね、おお、やってるじゃないか、カウンターもね。はい。大丈夫、みんな顔を合わせないから安心しなさい。はい。どうですか、化石さん。触ってみた。難しいの？あ、本当？やっぱりもう年ですね。年は新しいのがわからない。いや、でも頑張りましょう。頭に蓄積していきますよ。はい、何何？はい、うさぎさんどうですか、ゲートルーラー触った感想は。あ、基本的なところはシンプルで。シンプルで。わかりやすいと思います。ルールは。はい、本当に。わかりやすいって。まあ、年齢の差かな。まあ、いやいや。稲森さんどうですか、ゲートルーラー触った感じ。1回目なんでよくわからないです。わかった、じゃあこれから。はい。そして、花見酒は、はい、あ、これは違ったじゃん。DM、あ、DM。はい、違いました。はい。あと、はい、レモネードと、うん、違いましたね。ということです。ただ、一時期感染。みんながこうやって、このデッキを使ってまず遊んでるというところですね。さあ、どうなるのかな。ということでした。はい、じゃあ、ゲートルーラーのパックを買った3人。はい、竹、黒風、旗、はい。じゃあお願いします。早速裏の方に光ってるかな。え、わかんない、まだわかんない、頑張ってください。うん、え、はいはい、じゃあまず黒風がじゃんじゃん、光ってる、光ってる、光ってる、何これ、星4、なんかすごいいきなりでかそう。あ、でも結構あれで17種しかない。お、氷ありてんやつですね。お、黒風が当てたのは何、これ神がかり、神がかり、はい、でした。畑さんはダブルエクスカリバー、はい、ゴールデンドッグ、後ろっぽいな、光ってるやつ、うん、後ろ光ってない。そして、はい、引きの強い男、ドピート、読めない読めない、読み上げてください。じゃあ、デスペル、ディスペル、はい、万能ロー、ポジム、ポジム、うん、可愛いね。お、ルーラーカードじゃん、ルーラーカード、よって、わかんないこれ、俺の勝ちじゃん。おお、でもこれ、でも俺これ9種類だよ。一番強いないやろね。調整高くない？あ、そういうことなの？調整高くない？光ってない。光ってない。やっぱ光ってるのが最強でしょ。はい。じゃあ黒川さんの光ってるカードは優勝でしたっていう感じでした。ありがとうございます。ね。まあ試しにね、今日発売日だからね、うん、とりあえずやってみましょうっていう感じで、パックを剥く楽しみも大きいと思います。はい、お願いします。ケツミッキー、ケツシー。エーテルフィールド、ヒドファミリア、モンスターウルバリン、あっ光ってるこれ、光ってはいるけど、すごいじゃん、面白いやつ、これなんかちょっと話題になってるやつだよね。はい、タタリジャーでした。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。はい、ありがとうございます。面白い。といえば全速さんです。はい、ゲートルーラーお願いします。はい、星4以上出せばね、黒風を抜いてトップだよ。シークレットルーラーとか、うん、でもあんまこういうこと、え、ちょっと重たいことかっちゃう。すげえ、フラッシュック、そう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 、バンガードと一緒。あれ、これなんかスタート、まあ、1個光ってないっすね。お、このルーラーが出た、うん、ルーラー、ルーラー、女の子かな。はい、お疲れ様です。はい、まあ、一泊じゃ、まあ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 、まだね、始まったばかりですよ、戦いは。お疲れ様です。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK。Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。